皆さんこんにちは。今回は Apple Watch を買ったらやっておきたい設定について話していきたいと思います。自分が Apple Watch を買って初期設定を終えた時に思ったのは、この後は何をやればいいのっていうことでした。調べるとたくさん設定項目があることは分かったんですが、どこまでやればいいのかいまいちピンとこなかったんですよね。なので今回の動画ではこれだけは最低限やっておいた方がいいかもと思うものだけに絞り込んで紹介していきたいと思います。1点補足になりますが、 Apple Watch の設定方法は2つあります。 Apple Watch 本体で設定する方法と iPhone の Watch アプリで設定する方法です。この動画では皆さんが設定する時の画面の見やすさや操作のしやすさの観点から iPhone の Watch アプリを使って設定する方法を紹介します。では行ってみましょう。まずは消音モードの設定です。購入時の設定だと Apple Watch から音が鳴るようになっているんですが、電車の中だったり会社で突然音が鳴ると焦ってしまうんですよね。なので実際使う場合は音が鳴るよりもバイブレーションで通知を受け取った方が実用的だと思います。消音モードの設定の方法ですが、文字盤を表示した状態で画面を下からスワイプして消音モードのアイコンをタップするだけです。ちなみに文字盤以外の画面で消音モードのアイコンを選択したい場合は、画面の下を長押ししてから上にスワイプすると消音モードのアイコンを選択することができます。音周りの設定だと Siri の音声フィードバックをオフにすることもおすすめします。何かの手違いで Siri を起動してしまった時に勝手に喋り始めてしまうので焦ってしまうんですよね。設定の変更方法ですが、まず Watch アプリで設定を開き Siri を選びます。その中に音声フィードバックの項目があるので、消音モードで制御を選択すれば設定完了です。次に文字盤の設定について話していきます。文字盤の設定は iPhone の Watch アプリの文字盤ギャラリーから選択することができます。もちろん使いたい文字盤を使うのが一番ですが、どれを選べばいいかわからない方もいると思います。その場合は、インフォグラフモジュラーという文字盤か、インフォグラフという文字盤がおすすめです。インフォグラフモジュラーはカレンダーなど表示領域が広い方が見やすいアプリを表示することができます。ちなみに Apple Watch シリーズ7ならモジュラーデュオという文字盤があり、2つのアプリを広い領域で表示させることができますので、こちらもおすすめです。インフォグラフの文字盤は8つアプリを配置することができます。なので文字盤に表示するアプリを厳選しきれていないときは、とりあえずこの文字盤に配置をして使ってみるのもありだと思います。次はアップ表示の設定です。iPhone の Watch アプリでアップ表示を選択してください。表示方法はグリッド表示とリスト表示があります。こちらも好みの方を選ぶで問題ないです。もしどちらが自分の好みかわからない場合、個人的には使っていてグリッド表示の方が好みなのでお勧めしたいです。ただ、このグリッド表示はアプリが多い場合、どこにアプリがあるのかわかりにくく、選択もしにくくなってしまうんですよね。なので、よく使うアプリを中心付近に配置しておくと選びやすくなると思います。配置の変更方法ですが、アップ表示の画面でグリッド表示を選択した状態だと配置という選択肢が表示されます。これを選択してください。アプリを長押しするとアプリの位置を変更することができるので試してみてください。余談ですが、個人的にはデジタルクラウンを押してアプリ一覧を表示させることはあまりないです。文字盤にないアプリは Siri を使ってアプリを立ち上げているからです。ただ、もちろん Siri を使えないアプリもあるので、アプリ一覧を自分にとって使いやすくしておいた方がいいと思います。アプリ一覧を使いやすくするコツとして、不要なアプリを削除することで一覧に表示されるアプリを減らしておくこともあると思います。次に iPhone の Face ID を解除する設定についてです。iPhone 12以降であれば、Apple Watch がなくてもマスクをしたまま Face ID を解除できますが、それ以前の iPhone を使っている方であれば、この設定はしておいた方がいいです。設定方法は iPhone の設定のアプリから Face ID とパスコードを選択。Apple Watch へロック解除の項目で対象の Apple Watch を選んでオンにします。次はアプリのバックグラウンド更新をオフにする設定です。Apple Watch は他のスマートウォッチと比べてバッテリーの持ちが良くないという弱点があります。使わないアプリのバックグラウンド更新をオフにすることでバッテリーを節約できる可能性があるので、バッテリー持ちが気になる方はぜひやってみてください。設定方法はウォッチアプリで一般を選択。アップのバックグラウンド更新を選択することでアプリの一覧が表示されるので、更新が不要なアプリをオフにすれば完了です。
削除することができない純正アプリを中心に、普段使わないアプリについてはバックグラウンド更新をオフにしてみるといいと思います。最後ですが、オーディオを再生した時にミュージックのアプリが自動起動するのをオフにする設定です。音楽や YouTube などの動画を再生すると自動的に Apple Watch がミュージックのアプリを起動します。これが不要な方もいると思うので、自動起動をオフにする設定の方法を説明します。まず iPhone の Watch アプリを起動します。その後、画面表示と明るさを選択します。オーディオアップを自動起動をオフにすれば完了です。はい、今回は Apple Watch を買ったらやっておきたい設定について話してきました。自分が思うこれだけはやっておいた方がいいというところだけ厳選してみたものの、少し多くなってしまったかなと思います。いきなり全部設定するのは面倒ではあると思いますので、皆さんが必要だと思ったところだけ参考にしていただければと思います。今回の動画は以上となります。この動画が良かったら、ぜひチャンネル登録と動画の高評価をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。